クス観光バス株式会社は、大分県の乗り合いバス、貸切バス事業者である。営業エリアは、クス郡クス町、道郡九十町、中津市。かつては、熊本県阿蘇郡小国町も含まれていた。大部交通が100%を出資する子会社である。1989年、大部交通の子会社として設立。 クス営業所及びその担当路線をだいぶ交通より引き継いだ。本社所在地は、クス郡クス町大畑ホワシ2223路に以下の営業所を持つ。県道28号を経由して、新ヤバ系方面へ向かう路線。中津駅発着は1往復のみ、柿坂発着は桃田経由が2往復、高丸経由は平日のみ1.5往復の運行。 その他平日の朝に、新山系温泉発、高丸経由が木坂駅と四角ら発文後森駅が一本ずつ運行される。日祝日は全便運休である。県道43号を経由して、旧山国町方面へ向かう路線。森町経由、綾垣経由各一往復が運行されるほか、平日は文後森森町梶原間の区間便が一往復運行される。 車両国道387号を経由して、宝泉寺温泉などのある九十町西部へと向かう、くす観光バスの主力路線。旧国鉄宮原線廃止に伴う代替バス路線であり、2013年3月31日までは、熊本県の小国まで運行されていた。小国まで運行されていた時代に関しては、下記、過去に運行していた路線の項目を参照。 途中の二瀬までは、区間便や菅原線、串市屋線と合わせて1時間あたり1本程度の運行となる。九重町役場は平日の一部便のみ経由する。九住町町中循環バス、九住町中心部にある公共施設、商店、金融機関、観光施設、文語森駅、道の駅同話の里区などを巡回するコミュニティバスで愛称はリラックスバス。 西回りと東回りが4本ずつ計8本運行される。2010年10月1日に運行開始した。運賃は区間制で初乗り140円、最大200円。運行開始当初は数ヶ月から半年ごとに北バスとクス観光バスが交代で運行を担当していたが2015年度以降は通年でクス観光バスによる運行となっている。日の ポンチョの専用車を使用する。羽山ゴークス観光バスの単独運行。座席定員制で事前予約は不要。片道のみの利用の場合は降車の際に運賃を現金で支払う。また、往復乗車券、回数券は、文後森駅前の出発窓口、または、車内でのみの販売であり、西鉄天神バスセンター窓口での販売は行っていなかった。また、 この路線の回数券、往復乗車券は、羽山号専用であり、他の豊野国号、湯布院号、サンライト号などへの利用や、豊野国号、湯布院号、サンライト号の回数券、乗車券での羽山号の利用はできなかった。2008年9月1日から1年間の試行運行を開始したが、2009年8月31日をもって運行を終了した。 サン区パスが利用可能だった。国道387号を経由して、宝泉寺温泉などのある九十町西部、さらに、熊本県の小国町へと向かっていたかつてのクス観光バスの主力路線で、2013年4月1日、廃止。旧国鉄宮原線廃止に伴う代替バス路線であるが、宮原線の起点であった、恵美領域は経由しない。最終期のダイヤでは、 分ごもり、小国間の運行は4往復であったが、途中の二瀬までは、区間便や菅原線、串屋線と合わせて1時間あたり1本程度の運行であった。町中循環バス串町串町、町中循環バス運行のお知らせ串町地域、交通協議会、くす観光バス、北バス。ありがとうございます。